こんにちは。こんにちは。はい、それでは今日も動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、2021年年内最後の動画でございます。はい、はい、今年もありがとうございました。ありがとうございました。今年は引っ越しもあったり、はい、10周年もあったり、うん、スタッフが入ったり、はい、いろいろ忙しかったような気がします。はい、激動の1年ですね。なんかバタバタ、はい、していた気がするんですけど、来年はもう少しのんびりやれたらいいなと、毎年言ってるような気がしますけど、はい、この五本木という街はですね、そんなにこう、なんでしょう、ファッションした街というか、はい、あまりこう洋服屋さんが多い街ではないので、どちらかというとこうこの辺に住んでる方ですとか、はい、そういういわゆるお買い物に行く街がちょっと嫌だというか疲れる方がこう足をわざわざね運んでくださるっていう、そういう立地かなと思いますので、はい、できる限りのほほんと、はい、とてもいい、ね、なんかローカルな場所なので、はい、居心地よくできたらいいなというのが、我々の考えは変わりませんので、はい、来年もどうでしょう、もう今ちょうど秋冬なので8月9月ぐらいのなんか動きをしているような気もしないでもないですけど、はい、1月3日から、お店の方は、また開けていこうかなと思いますので、はいはい、でスタッフもちょっと増えたので、また木曜日は開けてでできたらいいなと思いながら、はい、ゆくゆくはね、はい、実際どうなるかまだ分かんないですけど、うん、はい、またそんな感じで来年も、この2人プラス新メンバーが多分ここにも出てくると思いますけど、はい、はい、少しずつのんびりやっていけたらいいなと思ってますので、はい、はい、年明け1月3日12時からやるのかな、12時ですね、月曜日ですけど12時から一応開けようかなと思ってますので、はい、店頭はですね、この先週の3日間ぐらい金土日とセールやってましたけれども、はい、本当に文字通り休むまもなくと言いますか、もうオープンから閉店までずっとお客様に、ね、来ていただいてて、なんか年末らしいこうなんか忙しい日々が3日間ぐらいありまして、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。で、年明けもセールは続けてやりますので、ちょっと今ここに出してないものっていうのが、はい、おそらく数十、結構増える、結構あると思うので、うん、数十型あるかな、うん、それぐらいはそれぐらいあると思いますので、はい、出してなかったものっていうのもちょっとセール対象になったりしますので、はい、はい、その辺を楽しみにしていただいてもいいですし、うん、はい、こちら、はい、こちらちょっと別注で、スペシャルなアイテムっていうのを作りました。はい、こっちに鎮座してますのが、キャプテンサンシャインと別注で作ったトルーパージャケット、うん、はい、とあとこっちに鎮座してますのが、パドモア、はい、アンドバーツと作った真っ白の革靴、うん、はい、はい、この2点は、3日の日から店頭で販売していこうかなと思っております。はい、3日12時ですね、はい、はい、でちょっとジャケット人の方に関しては、ちょっと結構ね、こう生地とか形とかを相当こだわって作ってしまったがゆえに、はい、だいぶ縫製がちょっと難しかったということで、うん、あんまり数がありません。はい、はい、なので最初オンラインで売ろうかなとも思ってたんですけど、ちょっと1回店頭、3日は店頭だけにして、はい、残ったらオンラインでちょっとあげようかなという感じでございます。なので未定という感じですね。はい、未定です。はい、でこっちは数あるのでアップできるかな。おそらく多分、最初店頭で、最初はそうですね、3日店頭からになると思います、はい、ちょっと落ち着いたら、オンラインの方もアップしようかなと思いますので、はい、なかなか行けないよという方はそちらからご覧いただけたらと思います。はい、はい、この辺は今日ブログに書いてますので、うん、ぜひそっちを見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでスペシャルなアイテムプラスアルファ、ご用意して、多分新作も入ってくるのかな、新作プラス別注プラスセール、はい、なんかごちゃごちゃしてますけど、うん、楽しく過ごしていただけるんじゃないかなと思いますので、多分4日とか5日からお仕事っていう方が多いと思いますので、なんか新年一発目にぜひ足をお運びいただけたらと思います。はい、はい、じゃあそんな感じで本年はおしまい、うん、はい、はい、
じゃあ、また来年、はいはい、お会いしましょう。はい、来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。